次の質問なんですけれども、はい、伊賀と甲賀の忍者里の違いは何ですかという質問をいただいております、はい、もう基本逃げるが勝ちなんですよ、うん、忍びの場合は。それは全然知らないかな、ね、ちょっとイメージと違いますよね、うん、全然イメージ違います、はい、皆さんこんにちは。 And welcome to Let's Ask Shogo. It's me, Shogo, and I have Kazu. Hello. And also I have Tomoko. Hello. All right. So today, Kazu, we are back it's here at Ninja Dojo. Yes. So last time, Kazu and I came here to do the ninjutsu training. Yes. Yes, the 2-hour session. Yes. But this time we are actually back to Ninja Dojo for a really special event. We're actually going to be interviewing Ichikawa-san, the instructor that taught us ninjutsu last time we came. We're going to be asking him questions about the history and culture of ninja and his life himself. Why is he working towards spreading the culture of ninja? And it'd be great if we can listen to his ideals towards nindo and things like that too. Yeah. So these are the questions we're going to ask him today. If you're a fan of ninja, it'd be great if you can watch both part 1 and part 2. In this channel, we'll be interviewing professionals of Japanese traditional culture and people who are fighting to solve social problems in Japan. So learners and lovers of Japanese language and culture, be sure to subscribe to enjoy more content. それでは始めていきましょうか。では改めましてよろしくお願いいたします。市川さん、ありがとうございます。はい、自己紹介と、ま、もしよろしければ忍者道場の紹介もしていただければと思います。はい、はじめまして、市川伊蔵と申します。忍者の里である伊賀に生まれまして、ま、18年ほど住んでですね、その後京都に、移り住みまして、もともとはですね、ま、デザイナー、グラフィックデザイナー、ウェブデザイナーやっておりまして、40過ぎてから、この忍者道場&スターを始めました。忍者道場&ストアは、まあ、主に海外の方向けではあるんですけども、まあ、忍者が活躍していた今からだいたい600年から400年前ぐらい、その当時本当に忍者が修行していた内容、うん、はい、トレーニングを、この道場で受けていただけます。そういう、まあ、本物志向の方に、まあ、ぜひ来ていただきたいですね。はい、ありがとうございます。はい、まずはですね、これちょっとシンプルな質問なんですけれども、はい、市川様が、はい、まあ、誰か忍者とは何ですかっていうふうに聞かれた時に、はい、まあ、どのように知らない人に説明されますか。はい、一番シンプルに言うと、はい、忍者はスパイ。これが多分一番イメージとして分かりやすい。うん、他にもいろんな要素あるんですけども、じゃあシンプルに言うならばスパイですね。諜報機関。昔で言うとそれは侍に雇われていたような存在なんですかね。そうですね、諜報機関がなぜ必要なのかっていうと何かしら戦い、もしくはそのいさかいがあった時に敵方の情報を知るために必要ですよね。ということはやっぱりその戦いに必要なんですよ。あ、なるほど。はい、戦国時代で言うならば、大名だったりとか、はい、土豪たち、侍たちの集団のボスにとって必要なのが忍者と。だからもう忍術と言われるスキルっていうものはもうそのスパイ活動のためっていうことですよね。複合的な要素もあって、はい、フリーランスの傭兵でもあるんですよ。おー、なるほど、フリーランスの傭兵。はい、通常いわゆるいろんな国の諜報機関っていうのはスパイ活動のみですよね。はい、でプラス暗殺だったりゲリラ戦っていうその戦いの部分も含まれて、はい、まあ、総合した技術が、まあ、忍術って呼ばれるものですね。そうですよね。はい、忍術本当に幅が広すぎるので、そうですね。ちょっと他の国にもないような特殊な機関ですね。そうですよね。はい、何でも使いこなすようなイメージがあるので、はい、忍者は、まあ。というよりはむしろ、はい、当時の時代背景だったりとか、はい、技術レベルっていうのを考えるとですね、一、はい、人が何か専門的なことだけをやるというよりは、はい、マルチな才能を生かしてた時代だったんですね、もともと。生きるためにはどうしてもそれをやらざるを得なかった。って考えるとそこまで広くやってても、まあ、おかしくないというか、はい、必然という感じですよね。なるほど、はい、これは視聴者様からいただいたちょっと質問で、はい、私がすごい面白いなと思ったんですけれども、はい、忍者が、はい、例えばスパイ活動中ですね、失敗して敵に捕まってしまいました。この場合は侍のように自害をしますかっていう、これはちょっと今まであまり聞かない質問かなっていう、そこまで突っ込んだ質問はあまり聞いたことないですね。結構難しい質問だなっていうふうに思うんですけれども、
かかか。そうですね、忍者と侍の違いっていう部分もちょっと回答の中に含まれますけども、侍の場合、敵方に捕まったら、まあ、潔く、まあ、命を捨てるというのがその、まあ、いわゆる武士道の中の一つの美徳としてされてますけども、忍びの場合はですね、さっきも言ったように情報収集がミッションなんですよ。要はその敵方に忍び込み、特殊な情報をゲットして、まあ、そのオーナー、自分のオーナーに持って帰ってこないといけないんですよね。いかに汚い手を使ってもね、いかなる状況だったとしても生き延びて自国にその情報を持って帰るのが仕事、となると戦うことっていうのはリスクが高いですよ ね、 死ぬ可能性が高まってますよね。なので基本逃げるが勝ちなんですよ、忍びの場合は。忍術の中には多く逃げる術、遁術って言うんですけども、はい、が含まれてます、はい、なんか逃げるっていうとすごく卑怯とか姑息なね、イメージがありますけども、生き延びるためには必要と、はいはい、いざ敵と遭遇しました、どうしても逃げられない、はい、っていう時に、忍術の中に含まれる武術、で、まあ、やむを得ず戦うと。戦ってる時点で本当は あまりいい忍者ではないんですよね。なるほど、見つかっちゃってますからね、その時点で。確かに、はい、下忍と呼ばれる状態ですよね、はい、でさらにそれで捕まっちゃったとなると、もうそのミッションを果たせない状況ですよね。そうですね。でかといってそこで諦めちゃダメなんですよ。もうサバイバルですから、はい、例えばね、その、自分の呼吸法で仮死状態にするとか、はい、弱い毒を自分に持って仮死状態にするとか、はい、まあ、もしくは敵を騙すとか、はい、縄を自分で解くとか、あらゆる手段を使ってね、はい、まずは生き延びることを考えます、はいはい、いろんな手を尽くしてもどうしようもない時は、まあ、はい、毒なり何なりで自害すると。あ、自害は本当一番最後です。はい、何があっても生き延びると。侍とは完全違いますね。侍はもうそこで潔く死ぬことが美しいこと、ね、はい、忍者はそこで死ぬことはもう最低の、一番やってはいけない、許されない。これ大きく侍と忍者の違いが、真逆ですよね。ありますよね、まあ、それぞれにとっての正義っていうのがあるんですけどもね、もちろんここにはない質問なんですけども、はい、よくある質問が、まあ、侍と忍者が戦ったらどっちが勝つかっていう質問があるんですけれども、ということも今のお話でいくと、もう忍者はそもそも戦ったところで負けているということになりますよね。はい、有名な、まあ、一文があって、はい、音もなく匂いもなく地名もなく、まあ、働きっていうのは天地創造が如くという言葉があってですね、忍者なんで、まあ、音を立てない、で匂いも出さない、忍んでる状態ですよね、人には見えない、でかつ地名っていうのはその名誉ですね、名が残るとダメなんですよ。名も知れず、人の目には全く触れず、誰にも分かられない状態で任務を遂行するのが最上の忍者であると。逃げるんだけども、そのミッションは遂行してるっていうのが最高の状況ですよね。なるほど、はい、そうなると今名が知れてるような有名な忍者っていうのが良くないっていうことになります。はい、実はそうなんですよ。そうなりますよね。意外ですよね。今名が知れてる忍びっていうのは、はい、名が知れててもいい状況の忍びなんですよ。さっきとまた違う話になっちゃいますけどね。上忍、中忍、下忍っていうのがいて、はい、下忍っていうのはいわゆる現場で働く忍びですね、はい、中忍っていうのは、中間管理職、まあ、現場監督みたいなもんです。ディレクターです。監督、はい、ディレクター、はい、で上忍って呼ばれるのは、武士階級の中の、忍びたちを使う侍階級、侍なんですよね。はい、例えば服部半蔵とかね、っていうのはその侍階級の忍びたちを配下に置く上人なんですよね。なので名を残しててもその人たちは大丈夫。なるほど、なるほど、なるほど。はい、若干役割が違ったってことです ね、 クラスによって。はい、なるほど、面白い。あれなんですか、上人まで行ったら逆に名を残す方がすごいっていう風に、侍階級になるとそうなりますね。はい、はい、そういうことです。なるほど、また意味合いが変わってくるんですね。そうなんですね。そのクラスになると。その当時から中間管理職とかあったって感じですね。大変ですね、その時代からもう。いや、もう上から言われ、下から言われ。時代が変わってないね。ね次の質問なんですけれども、はい、伊賀と甲賀の忍者、里の違いは何ですかという質問をいただいております。はい、もうこれは一番よく聞く質問ですよね。はい、我々日本人、
はい、まあ、各世代ごとによって、見てた漫画アニメって違いますけども、基本的に構造としては伊賀と甲賀がこう競い合ってる、戦い合ってるっていう、どうしてもこう対立関係のような、はい、イメージがありますけども、あれは、まあ、明治以降 の、 そのフィクションの中で生まれた対立なんですよ。はい、まあ、江戸時代以前もしくは戦国時代っていうのはもともと同じ地域の忍びだったんです、伊賀も甲賀も、はい、今はたまたま近江と伊賀っていうその国にね、はい、分かれた状態になってますけども、もともとは同じ地域、血縁関係もあり親族の、関係でもあった、はい、一山挟んでお互い村同士なんですね。なのであの違いはなかったんですよ。へー、はい、なるほど、はい、後世、まあ、国としてどうしても分かれないといけない国境ができたんで、うん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 、違う国になってますけども、国が離れてからも同盟関係が結ばれてた。なるほど、はい、完全にフィクションだったってことですね。そうですね、まあ、お互い力が拮抗してたんで、はい、まあ、対立させた方が面白いっていうことがあったんだと思いますけどね。時代の中でも、はい、敵対関係に瞬間的になった場合もあるんです。でももう瞬間ぐらいでそんな長期的なものでは、ね、ええ、長期的には同盟関係っていう、それは全然知らないからね、ちょっとイメージと違いますよね、うん、全然イメージ違います、はい、結構多分いろんなこと知らないことですよね、おそらく全く違う捉え方されてる場合も結構ね、今みたいなケースもありますしね。次の質問なんですけれども、はい、忍者と仏教、はい、修験道もありますけども、はい、どのような関係性がありますか。なるほど、前回の体験の時もこちらの九寺院で仏教、密教と関係があるというのをご説明いただいたんですけども、忍者と仏教ってどのように関わって、はい、当時で言うと、はい、仏教もそうです、その神道を含め、はい、宗教っていうのは、まあ、人々にとってすごく身近な存在だったわけですよね。今はちょっとあの距離感ありますよね、現代においては。そうです ね、 ね、宗教ってすごく特殊なものっていう扱いになってますけども、もうごくごく日常に、はい、神道も仏教も含まれてたわけですよ、うん、で忍びに限らず武士階級においても仏教、密教、修験道との関わりっていうのはすごく多かったです。うん、はい、それはその自分たちの国を守るためだったりとか、はい、いろんな情報網だったりとか、まあ、民衆のな、その人種掌握のためだったりとかね、いろんな意味はありますけども、はい、もちろん忍びもそういう関係性ありました。でかつ忍びにおいては若干特殊な状況があって、はい、さっきも言ったようにその情報収集が仕事になってくると、はい、ここで、修験者たちの、まあ、役割がね出てくるわけです、はいはい、彼らは全国津々浦々、はい、いろんな山々に独自のネットワークを持ってたんですよね、はい、まあ、西洋南方の最新の技術を彼らは取り入れるネットワークを持ってたと。例えば毒薬、火薬、鉄、まあ、この辺りの技術だったりその調合の、まあ、スキルを持ってたと。そういうものをいち早く忍びたちは修験者たちを通じて、はい、手に入れてたと。は、はい、全国 の、 その情報網っていうのを自分たちでも作ってましたし、まあ、修験者たちと協力し合いながらお互いを使って情報網をまあ使ってたっていう時代もありますね。なるほど、はい、もう少し正確に言うと、はい、一つの仕事に特化してたっていうのは昔あまりないんですよね。侍ですらですよ、はい、侍でありかつ副業としていろんなことやってたわけですよ。そうですね、侍兼、商人もありですし、いわゆる職人っていうのもありですし、農作業とかも、ね、そうですね、するような武士も、はい、で忍びなんてもう最たるもので、うん、もういろんな仕事をやった上で忍びもやってた。そう考えると忍びと修験者っていうのはオーバーラップしていくんです。なるほど、忍びでもあり修験者でもあり、はい、その逆、修験者でもあり忍びでもありっていう人たちもいたんですよ。なるほど、なるほど、はい、なのですごくあの濃い関係ではありましたね。はい、その修験者がそもそもそんだけのネットワークと技術を持っていたのはどうしてですか。はいはい、いやあのね、これは本当に今ではもう全く接点が、ね、なさすぎて、はい、イメージが湧きづらいと思うんですけども、はいはい、江戸末期の時点で修験者の人口がもう50万人とも100万人とも言われてた時代があるんですよ。日本全国の人口が3000万人ぐらい、ですからまあ 5% とかね、すごい、それぐらいの人数がいたらしいんです、はい、その宗教としての勢力もそうですし、はい、それから武術、武装勢力としてもそんだけの力を持ってて、
そういう情報ネットワークを持ってる、はい、最新の西洋の技術も持ってる、はい、これは国にとってもういかんともしがたい敵対勢力なわけですよ。すごいですよね。あの味方になればいいですが、いざ敵になったら大変な勢力だったんですね。明治に入ってから修験道禁止令が出ちゃったんですよ。なるほど。あの神仏分離令とともにね、はい、はい、なるほど。それであの修験者は一掃されたので今全く接点がないと。なるほど、はい、でもそれまでは本当にそれだけの勢力を持った宗教団体と言っていいのかどうか分からないですけどね、まあ、特殊な集団がいたのは確かです。なるほど、面白い。一応そのもう修験道の修行もしてます、うん、されてますよね、はいはいはい、それもさっき言ったようにね、はい、昔忍びたちが修験者ともこうオーバーラップしてた関係性もあるので、うん、その修験の世界も知りたいなと思って、はい、やってますね。なるほど、市川様が考える忍道とは、そしてこれは武士道とはどういうのに違いますか。武士ってのは光なの、忍びっていうのは影。いやあとまだ本当6時間ぐらいお話聞いてるんですけど忍びから学ぶべきことだと思いますね。はい、